皆さんこんにちは。久しぶりの動画になってしまったんですけれども、申し訳ありません。ショート動画はちょこちょこね上げているんですけど、こういったね長い動画がなかなか撮れなくて本当にすみません。最近はですね、娘ちゃんがお昼寝する時間とかも少なくなってきていて、娘ちゃんとね昼間全力で遊んだりしている分、夜はねちょっと疲れて寝ちゃったりとか、なかなかね動画を撮る時間があまり持てなくて、 YouTube もね大好きなので週に1回はあげたいなと思っているんですけれども、ちょっとね遅くなってしまって申し訳ないです。でコメントとかも皆さんたくさんくれて本当に励みになってます。一つ一つに長文でお返事したい気持ちがあるんですけれども、なかなかねお返事も返せなくてすみません。でもコメントは全部見ていて、気持ちを込めてハートをつけています。ちょっとねゆとりがある時はお返事もしたいなと思っているので、これからも温かく見守っていただけると嬉しいです。今日はですね、じゃじゃーん、セリアでこちらのサンリオキャラクターズブックマークコレクションの2が発売されていたので10個に購入しました。前回はすぐ完売しちゃってこことかしか買えなかったんですよね。なのでね今回は10個買ってきました。全32種類です。ノーマルが30種類でシークレット2種ということで楽しみだな。シークレットはスペシャル白押しだそうです。今回はねこちらをゆるーくね上げていこうと思います。可愛いですよね。本とか手帳とかにもね使えますし、こんな感じでノートとかに使っても可愛いですよね。開けていこう。まず封を全部ね開けちゃいます。サンリオからもねとても可愛い商品が出ましたよね。夢見るエンジェルシリーズとか、私も欲しいのがあって発売日のね次の日に買いに行ったんですけど、欲しいものが売り切れてて買えなかったんです。ちょっと別のものをお迎えしてみました。別のものというのはこちらです。はい、ちらっとお見せするんですけど、缶バッジケースをね買いました。またねこちらもカスタムしてショート動画にねアップできればと思います。新作商品もねなかなかね追えないんですけど、今はねちょっと娘ちゃんとの時間をね一番に考えて、はい、大切にしようと思ってます。はい、ということでね封開けられたので見ていきます。じゃじゃん、あ、こちらはサムくんです。かわいい。こちらは新デザインかな、携帯の形をしたブックマークです。サムくんが出てくれました。次はじゃじゃーん、あ、ケロケロケロピくんです。こちらはプロフィールですね。今日撮影しているのが7月7日なんですけど、もうすぐでケロピくんの誕生日だ。続いて3つ目、じゃじゃん、あ、こちらはでも白押しですよね。もしかしてシークレットかな。え、シークレットっぽくないですか。白押しですよね。キラキラしてる。え、可愛すぎる。やった、シークレット来てくれました。またね珍しい組み合わせですよね。可
かわいい、嬉しい、やった。まさかのシークレットです。出だし絶好調ですね。4つ目、ドダン、お、ケロッピくんです。先ほどはねプロフィールだったんですけど、今回は携帯のねデザインが出てくれました。このデザインのねくのみちゃんあるのかな、欲しい。じゃじゃん、ハンギョドンくん、かわいいですね。ハンギョドンくんも5個目はハンギョドンくんが出てくれました。ここまでね、かぶりないですよ。いい感じです。そして6個目、ヘラクロちゃん来ますように。じゃじゃん、シナモンくんだ。シナモンくんのプロフィールです。今のところ男の子キャラクターが多いですね。男の子キャラが来てくれてます。女の子も来てくれるかな。来ます。7個目、じゃじゃん、キティちゃん。ここでねキティちゃんが来てくれました。かわいい。なんかね、ここにプロフィール、性格とか趣味とか書いてあって、森根さんのキャラクターのことを知れていいですね。私もまだ全然詳しくないキャラクターもいるので勉強になります。残り3つ、前回もねメロクロちゃん来なかったので来てほしいな。ちゃん、やったー、来てくれた。くろみちゃんです。くろみちゃんの趣味かわいいですよね。日記をつけること、女子力高い。続いて8個目です。じゃーん、ハンギョドンくん。先ほどもねハンギョドンくんが出てくれたんですけど、今回はプロフィールです。いいですね、かぶりがない。いいぞいいぞ。ラストです。ラストもかぶりないかな。どうでしょうか。じゃん、お、バツマルくんです。やっぱり男の子キャラクターすごい多いです。嬉しい、かわいい。かぶりなくね来てくれました。私が今回出たのはこちらの10種類です。でね、シークレットもね何度来てくれました。あとね、星キャラのくのみちゃんも出てくれたので大満足です。このシリーズほんとかわいいんですよ。あとノートとか本に挟むとかわいいですよね。これはねどんどん集めたいと私思っています。はい、またね購入したら動画にしたいと思います。私はねセリアで購入したんですけど、皆さんもぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。